自家製のバッテンバーグケーキ。一般的なピンクとイエローのチェッカー模様が見える。イギリスのスポンジケーキに属し、小麦粉、ジャム、マジパンなどで作られる。バッテンバーグもしくはバッテンブルグ、バッテンバーグケーキとは、ジャムで部分部分がくるまれている軽いスポンジケーキである。ケーキ全体はマジパンで覆われており、切ると断面には交互にピンクと イエローが現れ、ニニの独特なチェック模様を示す。このケーキは、ピンクとイエローのスポンジケーキを個別に焼いて作るもので、その後カッティングし、チェック模様になるようピースを組み合わせる。ケーキは、お互いをアプリコットジャムで固着し、マジパンでくるんでいる。j l イ,イア n ズ s c o 製のバッテンバーグケーキ。このケーキは、イングランド発祥であるものの、 正確な由来は不明確である。初期のレシピではドミノケーキやナポリタンロールまたはチャーチウィンドウケーキの名前も使われている。このケーキはビクトリア女王の孫娘ビクトリア王女とルイス・アレグザンダー・マウント・バッテンとの結婚を記念して1884年に名付けられた。バテンバーグの名はドイツ中部のヘッセン州バッテンベルク市から呼ばれている。またブリテンでは マウントバッテン家として知られる貴族の地位である。料理の書き物であるザ・オックスフォード・コンパニオン・ツー・フードによればバッテンバーグケーキの名称は1903年に初出がある。しかしフレデリック・ワインのセイラブル・ショップ・グッズ・フォーカウンタートレイ・ウィンドウではバッテンブルクケーキの名が現れている。イギリスの救急車両の黒と白のチェッカー模様は公式に バッテンバーグマーキングと言われている。理由はバッテンバーグケーキのチェッカー模様に似ているためである。アメリカ合衆国にはチェッカーボードケーキと呼ばれる類似の歌詞が存在する。バッテンバーグケーキのようにこれをスライスして広げるとドラフッツの盤面に似ている。ドラフッツはアメリカではチェッカーと呼ばれチェッカーボードの上で競技される。典型的なチェッカーボードケーキは バニラとチョコレートのスポンジケーキを交互に置き、とても豊富な量のチョコレートバタークリームでアイシングされている。イギリスのバッテンバーグケーキに似ず、普通はマジパンを使わず、狙い通りの効果を得るために、特別なスプリングフォームパンを用いる。ありがとうございます。